大谷12号本塁打、安打猛打賞、驚異の打撃成績にコーチも驚愕。彼のような人間は見たことがない。ドジャースの大谷翔平選手が15日敵地オラクルパークでのジャイアンツ戦に2番 DH で先発出場。第2打席に豪快な12号ソロホームランを放ちました。今季7度目の猛打賞で腰の違和感を感じさせないほどの絶好調ぶりを披露。初回の第1打席はレフトフライに倒れましたが、4回の第2打席でジャイアンツの先発ウィン選手の初球を捉え、右中間スタンドの通路へ突き刺さる12号先制ソロを放ちます。打った瞬間、地元メディア実況は、これはいった、大谷海まで吹っ飛ばすのかと叫び、オラクルパーク場外の海に飛び込むホームランになるかと思われましたが、惜しくも直前の通路へ弾みました。このホームランで再びナ・リーグ本塁打王争いでブレーブス・オズナに並びトップに。ドジャースはこの回に大谷選手のホームランから一挙4点を先制し、終始試合の主導権を握ります。大谷選手はさらに5回の第3打席でセンター前ヒットを放ち、7回、先頭ベッツ選手がチャンスメイクすると、大谷選手はレフト線へツーベースを放ちます。右、中、左と見事に広角に打ち分けた大谷選手を現地実況も絶賛。彼はやはり普通のパワーヒッターじゃない、素晴らしい、フィールドの至るところへ打ったと伝えていました。これでサイクルヒットに王手としたものの、迎えた第5打席は残念ながらセカンドゴロで惜しくも達成ならず、試合は大谷選手のホームランで火のついたドジャース打線が10得点を奪い、ジャイアンツに快勝となりました。この日2安打の活躍を見せたベッツ選手は、翔平はいつも塁上で見てると当たり前に打ってるし、チームに最高の雰囲気を与えているよ、あの凄さに慣れてしまうのが怖いと語りました。敵軍のメルビン監督も、大谷のことを私はいろんなチームで監督として見てきたけど、対戦するたびに脅威だと感じる気持ちが強くなる、本当に怖い存在だし手がつけられない状態だねと大谷選手を評価。そんな大谷選手の打撃に、常識が180度変わったと終始圧倒されている人物がいます。それがドジャースの打撃コーチ、バンスコヨック氏。メジャーのバッティングに革命を起こしたと言われるほどの凄腕打撃コーチですが、そんな人物でも大谷選手の打撃は未だに信じられないと言います。一方の大谷選手も打撃コーチの恩恵をしっかり受けているようで、シーズン序盤から長打を量産し、早くもコーチと二人三脚で打撃向上に取り組んでいる様子。そんな打撃コーチがすでに12本のホームランを放っている大谷選手への本音と打撃好調の秘密について語ってくれました。大谷のような選手は見たことがない。センターバックスクリーンへのホームランを放ったと思えば、アウトコースに逃げる変化球にうまくバットを合わせて軽打するなど、適応力の高さが目立つ大谷選手。一番のムーキー・ベッツ選手が凡退しても、足を使える大谷選手が出塁することで攻撃の幅が広がり、後ろを打つ打者につなぎさえすれば得点の可能性がぐっと高まるため、大谷選手としては無理をしてホームランだけを狙う必要はなくなりました。後ろに頼もしい打者が控えているドジャース打線が大谷選手の成績に大きな影響を与えていることは間違いありません。また大谷選手はカウントによって急に強振してホームランを狙うスイングを見せることも多く、狙いどころが見ている側も分からずドキドキすることが増えたようにも感じます。そんな好調の大谷選手を野球データを集めるマニアと表現し、彼ほどデータ分析にこだわる男は初めて見たよと本音を吐露しているのは、異色の経歴でドジャース打線を支えるロバート・バンスコヨック打撃コーチ。実は彼こそが2017年頃からメジャーリーグを席巻したフライボール革命の第一人者で、大谷選手の長打が増えていることにも深く関わっているようです。同コーチによると、好調維持につながっている大谷選手のルーティンは、置いた球を打つ置きティー、前方から投げてもらうティー打撃、そして投手の映像が流れ投球を再現する打撃マシンを使用する3つの打撃練習で、毎日のように室内練習場で打ち込む姿を見たコーチは異常すぎると感じたそう。試合中には
ベンチでタブレットを見つめながら会話する2人の様子が何度も目撃されていますが、これはあらゆるデータの確認を行っているようで、対戦する投手との対戦成績や守備シフトやカウントごとに異なる配球の傾向など、全てを頭に入れてから打席に向かっているのです。大谷選手の1打席にかける思いと執着心に驚きを隠せないバンスコヨック打撃コーチは、データを好む男、試合ごとに必要なデータを集め常に準備万端だと絶賛し、自分自身のスイングのスピードや動きを数値で管理し、思い通りに動けているか確認していると大谷選手が今季比較的早い段階から結果を残している理由を明かしました。そして自身が推奨してきた打球に角度をつける打ち方を大谷選手も実践しているようで、史上初の DH でシーズン MVP に選出される可能性についてはある見解を示しています。翔平は MVP なんて次元じゃないよ。これまで打撃専門家のウォーレン・ブロック氏と共にメジャーリーグの極端な守備に対抗する手段を発明してきたバンスコヨック打撃コーチ、ゴロよりも高い角度をつけた飛球を狙うことでヒットの可能性が高まるとたびたびフライボール革命の理論を力説してきました。一方の大谷選手の打撃フォームはアッパースイングという長打狙いのフォームで、日本ではまだボールは上から叩けという指導が行われることも多いですが、大谷選手はそういった風潮を無視し独自にアッパースイングにこだわり長打を量産してきました。そんな大谷選手は同コーチの指導と相性バッチリだったのです。自己最長の3試合連続アーチを記録するなど大暴れの打撃成績が物語っているように、その成果は確かに現れています。今季の大谷選手は手術した右肘の影響で DH に専念する形となっており、シーズン MVP に選ばれる可能性は低いと指摘されていますが、バンスコヨック打撃コーチは完全に否定。大谷は守備の貢献度をはるかに上回る打撃をこれからも見せてくれるはずだ。そうなれば MVP なんて指標は当てにならない、大谷賞が必要になる、このように語ります。実際に同コーチの指導の特訓で J.D. マルティネス選手ら多数のメジャーリーガーがブレイクに成功しています。誰よりも自分のことを理解しようとしてデータ収集を欠かさない大谷選手は、毎日のように細かな数値を意識しながら試合に出場しているだけに、分析が得意な打撃コーチとの出会いは大きな進化を期待できるのではないでしょうか。大谷選手がチームに加わるずっと前から球団の打撃方針を支持していたドジャースファンからは、球場に来る野球好きのほとんどはホームランを見たがっている、もちろん勝つことが大切だけど迫力があるプレーは球場を盛り上げるんだ、メジャーリーグは世界一のエンターテイメントでもあるんだよ、チームによって指導方針は様々だけどドジャースには打撃指導の実力者が揃っている、 DH で結果を求められる大谷は本当にタイミングが良かったと思います、このような声も届いています。大谷の2年連続 MVP はメディアでも確実し、米各局でも最近よく話題に取り上げられているのはまさにフィクションともいえる大谷選手の異常な打撃結果。2年連続3度目となる MVP 受賞に対する期待値はシーズン開幕前とは一変して大きく高まっているのです。それでも米ニューヨークの日刊紙ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者は、前代未聞というべき長打ペースを誇る翔平大谷は単純に最高だと評価した一方で、あるスカウトはセンター方向への打球のパワーは史上最高だと評したが、投手として休んでいなければ確実に MVP だっただろうとこのように分析し賛否を呼んでいます。大谷選手に負けず劣らずの打撃成績でチームを牽引しているのが今季同僚となったムーキー・ベッツ選手、そしてコンバートされたばかりのショートでも抜群の守備でチームに貢献しています。大谷選手が2年連続の MVP に選ばれるためには、攻守で機能するカリスマたちを圧倒するだけの打撃結果を残す必要がありそうですね。それでも守備の貢献度がない DH 専任の大谷選手が MVP 受賞となれば、これも史上初の快挙、歴代のパワーバッターたちでも成し得なかった偉業をまたしても果たしてしまうのか、とても興味深いですね。手術明けの今季、移籍先のドジャースで休む間もなくフル稼働する大谷選手、
強力なライバルが多数いる中、前半戦にどれだけ差をつけられるのか注目したいですね。あなたはドジャースの打撃コーチが大谷選手の打撃覚醒にどれだけ貢献すると思いますか？ぜひご意見をコメント欄にお書きください。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。